今回はプランクを腹筋に2倍効かせる方法ということで紹介していきます。プランクというと体をまっすぐにしてキープする体幹トレーニングなんですが、腹筋と違って首や腰が痛くなりにくくお腹を鍛えることができるエクササイズなので、まあ初級者から中級者の方におすすめなメニューになるんですが、これ実は足をぴょんぴょんタップさせるだけでさらに腹筋に効かせることができるんです。今回たったの30秒です。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、タッププランクというのを紹介していきます。通常のプランクと違って体をキープするんではなくて足を少し動かすだけで腹筋にしっかり効かせることができますので、普通のプランクに慣れて腹筋もっと効かせたいよとか、通常の腹筋はやりにくいけど簡単なメニューがいいよって方は今回のタッププランクがおすすめです。たったの30秒なので今回は3セット一緒に頑張ってみてください。1セットだとどうしてもあまり筋肉を使わないようにする意識が働いてしまうので、しっかり2セット3セット行うことでお腹をしっかり効かすことができてきます。たったの30秒やるだけです。一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。はい、今回プランクのコツが一つあります。それは腕の位置です。腕の位置ができるだけ前に持っていきます。しっかり伸ばした状態と肩の下の間ぐらいに肘をつきます。もしプランク苦手な方は肘が肩の下になってしまって体が前のめりになってしまいます。前のめりになってしまうと腹筋あまり効かないので、できるだけ重心は後ろに持っていきます。体が前に行ってしまうよっていう方は肘をクロスさせてついてください。こういう感じで腕を組む感じで肩の下よりも少し前についてください。体がしっかり後ろに持っていける方は縦、体が前に行きやすい方は横です。この状態で足少し開いて体を持ち上げます。腹筋使うポイントはお尻が上がらない、お尻を締めた状態でキープ。この状態で今回はこういう感じで少し揺れます。揺れるだけで腹筋効くんですが、すごい辛いよって方は歩く感じでもいいです。できる方はこういう感じで動きます。できない方はこう止まっとくよりも効きます。これを30秒間3セット連続でやっていきます。息もしっかり上がってくるので毎日1回おすすめです。で、舌がどんどんしちゃうよって方は足のところに何か柔らかいものを置いてください。そうすれば音が舌に効かないようになるので、タオルか何かを引いてやってください。それでは30秒頑張ってみましょう。肘は少し前です。それではいきます、スタート。こういう感じです。これでね、しっかりお尻を締めて腹筋を伸ばされるのでね、よく効きます。頑張って。これね、動いてるんでやってる最中に解説ができない、申し訳ないです。2セット目頑張っていきましょう。辛い方は足が交互でもいいです。それではいきます、肘しっかり前です。スタート。辛い方はね、これでもいいです。体が前のめりにならないように歩く、もしくは跳ねる。跳ねるのはね、少しでいいです。OK! かー、きつい。さあ、ラスト。腰がね、少し痛くなったよって方は膝ついてもいいです。膝ついた感じでこうでもいいです。あともう1セット頑張りましょう。それではいきます、スタート。歩く、もしくは跳ねる。
疲れました。いやーこれね、息がねしっかり上がるんで、あんまり日常的に息が上がらないよって方はヒートトレーニングみたいにね、これを30秒行って15秒休んで、そういった感じで毎日5セットから8セットぐらいやると効果的です。これしっかりね腹筋に効くんですが、動いているからかなかなかお腹に効いてる意識がねなくなってくるんですが、今ねお腹しっかり熱いよって方はお腹効いてます。ただ止まってるプランクとかと比べてだんだん疲れが蓄積していく感じっていうのは感じにくいので、お腹にねあんまり効いた感じしないよって方も実は効いてます。力が入った状態のプランクから動くことによって力が入った腹筋が伸ばされて腹筋を使う感じになりますんで、ちょっと腹筋筋肉痛がね来やすいよって場合も起きてしまうんですが、簡単でしっかり効かすことができるので、今回30秒でしたけども、きつかったよって方はね10秒とか15秒20秒でもいいです。ちょっとずつやってみてください。まとまっとくプランクよりもねしっかり効かすことができますんで、このタッププランクぜひ活用してやってみてください。できたよできなかったよ、よかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、よかったらリンクフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。